エドゥアール・アンリアブ・ヒルによる、サシエ・ファニーはウィリアムを勇気づける、ファニー・ヒル、または、ある遊女の回想記は、ジョン・クレランドによる小説である。クレランドが、ロンドンの債務者監獄に収監されていた1748年に、獄中で執筆されたもので、最初の近代的性愛文学とみなされており、公職文学に対する検閲との戦いの代名詞となっている。この小説は、 1748年11月と1749年2月に、に分冊の形で刊行された。当初、この小説に対して政府は何ら反応を示さなかったが、第一分冊の刊行後1年を経た1749年11月、クレランドと版元の出版社が逮捕され、王国国民を堕落させた、罪で罰金を課せられた。 法帝においてクレランドはこの小説を破棄することを誓い、本作は公的に社会から抹殺された。しかし、この本の人気は高まりを見せていたため、海賊版がルフするようになった。突起すべき点は、男性同士の同性愛をファニーが壁の隙間から覗いている場面を描いたエピソードが新たに挿入されたことである。クレランドは、 問題箇所を削除した修正版を1750年3月に刊行し、この審判のためにまたしても起訴されているが、この告訴はやがて取り下げられた。JH プランプなど一部の文学史やは、この時の告訴は、暖色の場面を収録した海賊版に起因するものではないかとの仮説を立てている。19世紀にはアンダーグラウンドで本作が売買されるようになり、 アメリカ合衆国でも出回るようになっていたが、1821年に発禁処分を受けた。1963年にも G.B. プットナムが、ジョン・クレランド作、ある遊女の回想記の台で本作を出版しているが、やはり即座に歪説物販布の罪で発禁となっている。出版社は、法廷でこの処分に対して、異議を申し立てている。 1966年、合衆国最高裁判所は、海装対マサチューセッツ州事件に対して、この発金小説は、ロス基準を満たさず、わ説文書には当たらないものと、するという画期的な判決を下した。エリカ・ジョングが1980年に発表した、小説、ファニーでは、物語が、ファニーの視点から語られており、登場人物の一人として作中に現れる。 クレランド自身が私の人生を小説のネタにするなんてとファニーから文句を言われるという筋書きになっている。この小説は題名と同じファニーヒルという名の登場人物をめぐる物語である。彼女は貧しい田舎娘で貧困のために故郷を離れて町へ出ることを余儀なくされる。都会で騙された彼女は売春宿で働かされることになるが、処女を失う前に 恋に落ちたチャールズという男と連れ立って、売春宿を逃げ出す。同性を始めて数ヶ月後、チャールズは突然父親によって国外へ送り出されることとなり、ファニーは都会で生き延びるために次の恋人を探さざるを得なくなる。本作において、特筆に値し、革新的であるとさえ言えることは、クレランドの筆致が基地と共用に富んでおり、 古典文学的な暴白に満ちていることである。また、ファニー自身がロクサーナや悩ルフランダーズとは違って、介護の念を見せないという特色も挙げられる。彼女は、売春宿で、セックスの手ほどきを受け、搾取されているという自覚は持ちながらも後悔することは、ない。その上、ファニーは、悪女としても振る舞ってみせる。娼婦としての彼女は、最低でも、 貴族階級の裕福な男たちの前にしか姿を表さない。サミュエル・リチャードソンやダニエル・デイフォーは、屈辱を強いられた女たちの物語を過去に書いており、彼らは危険でエロティックな情景が繰り広げられているのだと伺わせるに十分な視覚的描写を用いてはいるが、いずれもヒロインたちに女の喜びを得させるものではなかった。 彼らはそうした状況に置かれた女主人公に一切の喜びを与えなかったが、クレランドはそれをやってのけた。本作は、その悪な高さにより何度となく映画化がなされてきた。その一部を劣記する。ファニーヒル、インターネットムービーデータベースファニーヒル、インターネットムービーデータベースファニーヒル、インターネットムービーデータベースハットパプリカ、インターネットムービーデータベースファニーヒル、インターネットムービー、 データベースハットアーティクルフロムザガーディアン。ありがとうございます。